ゆりだよ、こんにちは。こんにちは、おはようございます。トマトを食しております。こんにちは、やっほー。こんにちは。いいさ、ハートやこ、ありがとうございます。そう、トマト、うちで育ったトマト、ちょっとあんま見えないで、こっち立ちた贅沢カスタードさん1202丁目ありがとうございます。授業中からこんにちは。そう、もうすぐ公園に、うん、うん、今日公演だけども、私は公演前ご飯食べるより行った方がいいので、なんか個人的に体が動きやすいから、そう、今ご飯を食べていますトマト、アイコっていう品種、私このアイコさんっていう品種が一番好きなの。うん、うん、今日お昼に配信して、びっくりして、ちょっとご飯食べながら、こんにちは。私がただご飯を食べる、お疲れ様です。これは鶏の蒸したやつ。よきね、感で、これはなんか食べた後にすぐ動けるけど、公演前にするから、最近は家で食べてる、うん、食べる時もある、全然動ける。もう梅の子は雨やばい。うん。ないから分かんないや。
さん1000人こんにちは。あと15分サボれば長いな15分おめでとうっていうなんか パーティーみたいな。こんにちは。あとトマトは残り3つです。でもね、いっぱい。めっちゃね、これが冷蔵庫の中にいっぱい入ってるの。いっぱいよ、トマトで。ドマさん、これから福岡にはお会いします。気をつけてきてください。ユリだよ、こんばんは。こんばんじゃない。ドマさん、サックス、ありがとうございます。休校ってだいぶ雨だね。こんにちは。思った、私も思った。する人の絵じゃないんだよね、これ。冷凍してたからさ。固まっちゃっててさ、目のコアだから色は大丈夫なんだけど おコアってもち米をね使われてるからね、もち米だからもうかぶりつくしかないんだよね。みたいですね。まだ天気予報あんま良くないみたいです。ありがとうございます。そう、私おこわとか大好きなんですよ。すごく好きなんです。だからお赤飯とかも大好きなんだけど、固まってる梅は確かに。こんにちは。今日で6月終わりだ。上半期バイバイだよ。明日か。
かひでさんだるま、ありがとう。知ってるか、今年終わりは言い過ぎだ。2023年が半分終わっちゃったんだって。信じられる、信じられないよね。明日朝はちょっとないですね。寂しいね。だけどオンラインだからね。大丈夫。違うんだよね。チップ見るの忘れた。なフードみたいな、食べ物みたいなやつ、グルメみたいなやつ。わあ、見たいと思ってたのに忘れてた。3つも食べるの？3つも食べました。あんまりまったりしてると悪くなっちゃうから。リコピン大量摂取です。ありがとうございます。アイコって皮が確かに硬いけど、
どうだろう、5個でいくかな。もうちょっと食べなきゃいかんす。1200日ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。けどなんかちょっと甘いだけじゃない、さっぱりって感じ甘さっぱりしてる。トマト以外もきゅうり、ゴーヤ、ゴーヤ、ピーマン、ナス、あと大葉大葉はちょっとまあ上。1200日、ありがとうございます。ね、鶏を蒸したやつとチンゲン菜とちゃんとした食事をしてますたっちゃん1200日、ありがとうございます。隣に朝顔がいるもん。アジサイか。家はなんかもうね、庭っていう感じですね。お庭。そう、お野菜たちの隣にそうアジサイがいるから。何時までやるかな。15分。するのでください。どういうことだ？作って私にくださいってこと。嫌です。今年こそ食べたいって去年も言ってた。来ないですね。ええ。3分だけ、あ、頑張ってください。ここの楽しみましょう。ここのか。ふんふん。はい。すみませんね。こんな時間。こんにちは。家の庭とか言ってトラックじゃ、そんなことはないです。動けません、そんなね。そんな大きな重機は私の庭では。トマト、トマト、あいこさん、お父さんが全部そうしてくれたので、そうそう
父さんが今年はノリノリで育ててる。それを私はたくさん食べてる。土たたなんかそこの土変えたり、うん、今年はね全部ねお父さんがして、私はそれを見守ってる。こんにちは。ミニトマトにしては大きいかな。どうだろう。愛子さんって、あ、ちっちゃいのか。こんばんは。ちょっともうちょっと話しとく。しゅうさん、サックスありがとうございます。使ってますから。実際の記載はこんぐらいですよ。一口で仕事頑張ってください。たっちゃん、あ、確かにマヨネーズね、確かに美味しいか。質問だった。あやこさんは丸々じゃなくてなんか細長いから、ここのヘタがついてる、まっすぐだから出てしたら立ってくれ。偏食好き嫌いが多いの？だったら私は偏食じゃないと思います。なんかレバーとかはちょっと苦手だけど、レバーとか苦手だけど、でもお店で出されたら「はい、こちらお食事でございます」どっかの一品にいても食べます。そう、多分ちょっと苦手なレバーとか、程度の好き嫌い。その程度の好き嫌い。私よ、私の苦手な食べ物がご飯のなんかね、なんか食べれないほど嫌いはないかも、あんまり。普段食べれないほど苦手なものはないかな。
まあ C と言ったらこのトマトぐらいじゃね、よく食べるなら。毎日は食べないかな。そうなん、なるほどね。でも私まだパクチー食べたことない。エンゲルケース何それ何それ。うん、パクチー食べたことないの。うん、ない、そんなこと。パクチーは食べたことないんだ。あのさ、ご飯の上に乗ってるやつ。雷鳴ってる？マジ？聞こえないんだ。食べれるのか。パクチーが入ってるご飯を食べる。そもそもね。そう、パクチー大好きな人ってさ、もうパクチーはモリモリだよね。乗せますってなったらさ、てんこ盛りだよね。うん、結構もう好きな人はさ好きって感じだけど、苦手な人は本当に好き嫌いがね、だいぶ分かれるよね。フォー、あー確かにフォーとか。フォーを食べたことないね。得意じゃないんだ。ミント味のガムとかは全然好きなんですよ。好き。ミント味はいいんだけど、でチョコも好きなんですけど、私はチョコもミント1日3食パンは。こんにちは、葵ちゃんさん、だるま、ありがとうございます。私は朝はご飯派ですね。パン。美味しくて大好きだからパンもよく食べる。としたらご飯の方が私は食べる。お腹がね、私空いちゃうんですよ。パン、ご飯より早く。
天気が悪そうな明るさ。今日は絶対傘を持っていきましょう。別の駅からさ、距離があるじゃない？東神町から距離。気をつけてきてね。じゃあ15分になったらランキングを見ます。楽っちゃ楽だよね。うん、大体みんな近い。結構長いよね。これはもうびしょ濡れよ。しかも劇場、多分私たちまっしぐらよ。エアコンのね、真下近くとかだったらね、当たり。マッキーサさん、星、ありがとうございます。以上、ね。お荷物になると思うけど、あれだ。動いちゃうぜ。難しいよね。いいと思ってるのにさ、私たちはステージで踊って汗ダクダクなのさ。汗めっちゃかいてるのさ。そう、なんか面白いよね。えなんもうさ、冷房で寒いと思ってるぐらいなのにさ、私たち動いてさ、汗もうね、すっごいかいてる。
なお教えてください。ありがとうございます。それではそろそろ準備をして、私は雨の中外を歩くという覚悟をしたいと思います。13位、マキーサさん、ありがとうございます。12位、アさん、ありがとうございます。11位、タカヒデさん、あ、変わった。13位、タカヒデさん、ありがとうございます。12位、ただの魚さん、ありがとうございます。11位、ひよりさん、ありがとうございます。10位、ニシポエさん、ありがとうございます。9位、マキーサさん、ありがとうございます。8位、ブダブタさん、ありがとうございます。7位、ゴーちゃん、ありがとうございます。6位、カズオさん、ありがとうございます。5位、スバルさん、ありがとうございます。4位、イーイさん、ありがとうございます。3位、パパさん、ありがとうございます。2位、ドマさん、ありがとうございます。1位、シムさん、ありがとうございます。ちょっとお昼でしたか、見てくださってる方は気をつけていらしてくださいね。それではまた夜もするので、また夜にお会いしましょう。まあ、その前に公演も見てねバイバーイ。皆さんお仕事学校頑張ってください。またねー。